いいや、別人だ。自分という存在をつなぎ止めるのは記憶。壊れたブラッドコードをより合わせ、記憶の糸を紡ぐお方。どうか、どうか今一度その力で。 お待ちしていました。どうか今一度、記憶の糸をお紡ぎください。 また一緒に仕事ができて嬉しいわ。よろしくね、彼。ええ、こちらこそ。後でルイにも顔を見せてあげて、きっと喜ぶわ。あの小さかった弟くんがもう大学生か。道理でお互い年を取るわけね。婚姻矢のごとしね。時の流れは残酷だわ。<笑>全くね。 死骸が宿り、あらゆる細胞を活性化させるボア寄生体。正直空想の産物だと思っていたけど、狂狂化の原因が解明すれば臨床試験を始められるって。治療に転用できるようになれば医学にも革命が起きる。私たちの手で実現しよう。 玄関の中でゆっくり眠ってるんだ。それより見ていて外は一体何が起こったっていうの。気が狂ってるわ。ボア寄生体を利用して 人の死骸から化け物と戦う戦士を作るだなんて。謎の生命体による被害は今も広がり続けてる。このままじゃいずれ考える時間すら与えてはくれないのね。ごめんなさい。
お待ちしていました。どうか今一度、記憶の糸をお紡ぎください。人の血に対する異常な渇望、あの症状さえ改善すればレブナントは飛躍的な進化を遂げる。クイーン計画、協力させてもらうわ。それが希望につながるのなら。協力に感謝する。早速準備に取り掛かろう。クイーン計画を進めて1週間、血に乾く傾向は見受けられず、自我もはっきりとしている。素晴らしい、経過は順調だ。しかし、たまに幻聴が聞こえると。投薬の副作用だろう。いちいち気にするな。お前は言われたことだけをしていればいい。私たちはいつか道を間違えてしまったのか。人類の希望は絶望をもたらす悪魔へと姿を変えてしまった。こんなところで死ぬわけにはいかない。カレンを残して死ぬわけには。お待ちし、どうか今一度、記憶の糸をお紡ぎください。侵害を受け継いでから、どれほど月日が流れたのか。熱い、まるで全身の血が沸騰しているみたい。カレン、あなたは無事、苦しんでいないといいけれど。激しい苦痛で意識を失うたびに、私という形が少しずつ少しずつ崩れていくような気がした。もはや自分の名前すら思い出せない。それでもこの思いだけは。
お待ちして、どうか今一度記憶に。ダメだ、びくともしねえ。こちらへ。行くぞ。いつでもどうぞ。無惨した肉体が滞留している、いや囚われているのか、この空間に。こいつを。ケツ、なんて大きさだ。待て、様子がおかしい。肉体の再生をコントロールしているのか。
壊す。あの決意楽しくなってきやがった。どうする？早くしねえとまた再生するぞ。このままでは。壊れたブラッドコードを寄り合わせ、記憶の糸を紡ぐ。復活して侵害都市、継承者の体内に封印して分散保管することを決定した。バカげてる。悪魔なら陽光炉にでも突き落とせばいいのよ。それはすでに試したのだからって。
お前の適合率では一生棺の中で過ごすことになる。その覚悟はあるか？見せかけの人生、未練なんてない。どんな苦痛にも耐えてやる。それで少しでもあの子の力になれるなら。守りたい人がいる限り、私はここを守り続ける。だから安心して、カナ、ずっとあなたのそばにいるから。こんな形で再会することになるとはね。久しぶりね、ルイ。アウロラ、アウロラなのか。どうしてこんなところに。答えは記憶の中にあったはずよ。クイーンの肉体、そのひとかけらを人柱となって封印した継承者たち。私はその中の一人。クイーンだと？何年も前に討伐されたはずだ。表向きはね、あなたたちも知っているでしょ。レブナントは死と再生を繰り返す、いわば不死者のような存在。でも心臓さえ破壊すれば肉体は消滅し、二度と再生することはできなくなる。クイーンもそうなるはずだった。不死の中の不死、灰になってもクイーンの再生は止まらなかった。だから封印を。そう、不滅の体である心骸を切り刻み、他者の肉体に溶け込ませることによってね。そうしてクイーンの脅威は去り、束の間の平穏が訪れた。けれど所詮は給与の一策。心骸を封印してもクイーンの性の渇望まで沈めることはできなかった。継承者の肉体は少しずつ心外に蝕まれ、激しい苦痛に苛まれるようになった。ついにはあなたたちが見た通り、理性を失い欲望のままに暴れる獣に落ちていく。でも私の心を引き戻してくれたあなたの力、クイーンの血を受け継ぐあなたなら。何？え？あなたには心骸を鎮める強さがある。どうか苦しむ彼らを助けてあげて。この扉が
継承者の眠る棺につながってる。まずは扉を探して。今のあなたなら開けられるはずよ。私はここでずっと守ってきた。他の継承者たちへと続く道と血類の源流を。やはり血類の源流はここに。扉の奥にね。そこでずっと血の涙を流している人がいる。彼女をお願いね、ルイ。彼女？それはどういう。棺に眠る継承者たちもロストに落ちて、その封印が破られれば侵害は解き放たれ、クイーンが復活してしまう。その前に私に機会を与えてくれるのね。無事なのか。ええ、死骸も今は眠るように静まっているわ。私の失われた心を取り戻してくれたのはあなたね。すまなかった。謝らなければいけないのは私の方。あなたたちに全てを託すことになってしまって。ルイ、改めてお願い。扉の奥の人に会ってあげて。ごめんなさい、少し眠るわ。何年ぶり。